視聴者の皆さん、ついにサンプルが届いてそうなんですね職員専用ですから何じゃ職員って結構上向いたりとかおー、結構強いわあ、もう全然違うなんか余裕そう顔も全然違うよなんかもうなんか嘘みたい本当に絶対嘘マジ。じゃあ今回、はい、まあ、買ってくれたらどうってそんなもんうるせえと思うかもしれないけど、みんなのこの、はい、ちょっと涙っこになるから、500個買いまして。ウィザーダンス。なんでやばい。え、早くないですか？今何個買いました？もしっかりしてるやん。マスクした方がいいんだけどな。はい。大丈夫。マスク。え、ミッチーさん似てなくないですか？おお。おえ。強か。あの、なに、あの、ミンちゃんこう、もう首触ってますもう首触ってますなんで、やばいえ、早くないですか今何ヶ月4ヶ月あ、そうねはいお疲れ様ですお疲れ様です皆さん、一気にそうです、もうみんな映ってますでも、じゃあ、実験するか今度1個しかないいや、もうカンタさんが着る分しかないまだ一緒にやってみない一回やった意外な実験できないこれ、本当すごいまずはオグラビーはい、前視聴者の皆さんついにサンプルが届いてやっとねリライブっていうのがもう本当にこれ自社開発自社開発っていうのはその職人専用の人なんです、うん、何じゃ職人って結構上向いたりとか使ったりとか材料手を挙げたりとかそういう体に特化して研究してもらってどういう動きとかそのリライブっていうのは介護とかいろんなものに万能向けこれ建設専用のやつでちょっとお前、どうやってちょっとこれやってこうですかお疲れ様です倒れるよ、倒れるよ倒れるよ、倒れるよ力入れて倒れる、大丈夫見るよ倒れるよこれに耐えればいいってことするうん今こんな感じです、もうまっすぐ倒れるよいい横にいいとそんな足開いてていいのわざとまあ同じぐらいの足をあ、そういうこと強くなるからこれ一個調整まあ、ここあ、なんか前に倒れちゃう。耐えてないでしょ。耐えるよ。もう元気でいくよ。おぉ、結構強いわ。だいぶ後ろ向きな。お、結構後ろ強いな。で、これ、岡部さんでこれってことは。ちゃんと動きられるわ。絶対倒れるよ。ああ、こんな感じね。あ、動いちゃうみたいな動いちゃう。あ、ミッチーさんも今やってもらったんじゃない。でも最悪これ効果ない可能性もあるんだよ、本当に。まあ確かにね。だったらこれハンバーガーにつけんねえな。で、これ上位来てじゃあ次ミッチーさんも今のうちにやってみよう。着替えてる間に。あ、いるぞ。はい。もう強いね。余裕そう、余裕。顔も余裕そう。ほら、本気で行く。はい。これでお前、この前があったな。あ、でもちょっと前にやっぱ行っちゃう。倒れる。倒れるって感じ。下の方向に行くぞ。はい。あでも倒れる。ちゃんと本気でやらせだと思っちゃう。ちゃんと本気で倒れる。ミッチーさんやらせくせえで。だから本気でやらせうまそうじゃん。ああもう全然。あでもちょっと後ろに下がるみたいな。後ろに下がってみてよ。L。L。お前それ L。いや L でかいっすだ僕。こっち M。ピチッと切るとこっす。え切ない。あんまりピチッとしない方がいいです。ゆったり。じゃあこれでもう普通に倒れたらもうこの6000枚の服が全部もう売れないマジガチ売れないはいいいぞあもう全然違うなんか余裕そう顔もマジ余裕違うよ顔が違うマジ全然違うよ全然違うぞいくぞちょマジで本気でいくぞ声がガチでもまあまあまあでもさっきより全然顔が違うもう最初なんか服の時はもうやっとるこっちが違う顔が耐えてたのに今普通に余裕そうな笑顔なんか壁なでる後ろいいっすか後ろ楽しそう岡部さんがもう進んでやりたいしかもうち専用のブランドやはかどるどういう意味か後で発表しよう仕事がはかどるっていうあ、そういう意味単純にいくぞはいあ、もう全然違うなマジすごい全然違うぞ全然違う全然違うなんか顔がもう余裕そうだマジでさっきは俺マジで俺やってないちょっと豊かさんもやってみればよかったね最初と最後で手でやる方やったらよかったな。そうえ、でもこれってじゃあ俺脱いだらまた弱くなる。脱いで弱まなってたらもう戻っちゃう。そういうことだな。一回着て強くなったら一回俺も着るわ。ちょっとこれだいぶ強くね。あ、M?L です。お前で L。180。175っす。175? はい。
でゆったりでもいい。これちょっとズボン履いてますけど、ちょっと一瞬ちょっとちらっとズボン履いてます、ズボン履いてるけど、まあ、ちょっと事情で脱がせ方が嫌だ事情でねそんなゆるっとしていいのって言ってるよ豊さんが。じゃあちょっと効果あるかな、やってみようか。ああ、すいません、マジですか。だから普通の T シャツにやるぐらいだからいい。もともとは普通の T シャツにやってたから。はい、いや、はい、こっちもともとが、いや、もともとが強すぎてわからんもん。もう全然違くないですか。全然違う。違うだろ、ほんと。じゃあ、ファンタ回数、じゃあ、じゃあ、いや、ファンタに嘘くさい。マジでやばいっす。ほんとに違うだろ。ファンタ回数じゃなくて、マジでやばいっす。マジ嘘くさい、なんか顔に嘘がやってきてるぜ。全然違うっす、はい。うん、さっき楽勝っすよ、楽勝。じゃあ、反対向いて入ってない。いくぞ。はい、あれい、あ、これは一瞬これはちょっと一瞬クイズね、一瞬クイズ。だから強くなってない、強いし。なんか本当にミツさん嘘くさいんですけど申し訳ない、ごめんなさいけど。ダメだ、ちゃんと始めろって。はい、いや、全然違うと思うよ。もうなんか押しちゃう感じが全然違う。じゃなんか本当に着替える前も余裕そうな顔だったもん。着替えて、はい、マジすごくねこれ。ちょ、ゆうたかさんがまだ信じれてないからね。ゆうたかさんちょっと来て、うん、俺が嘘をついてる可能性もあるわけさ、うん、俺がそっちの時だけ力が浮いたいから、うん、ちょっとお前本当にやってみよう。あ、そういうことですか。こちらいただくこうやってやるのと、まあ、まだこういういろいろやつがあるんだけど、それもちょっとここの動画見てくれればいいわ。私はこれ耐えればいいんですか。ただ耐えればいい、もう本気で耐えれば。本気で耐えてね、どう やらせはいらないですってことです。やらせはマジでな。でもまず第一に豊かさの力強いから一緒にやるってことでしょ、うん。いやもうダメ、絶対無理ですよ、ね、もう一発でもうダメ、耐えれてない。絶対耐えれない。後ろ後ろ、絶対無理。これで耐えたらすごいわ、逆になんかもうピコちゃんいじめてる感じなんですけど。赤が折れちゃう、あれ M 着てみて。俺がその開発の時に一番伝えたのは怪我しない。あ、それ何っていうと、なんかこういうところに当ててそういうのが出ることで、ここだけでやってみたいんで、体全部で受けて力が出たんじゃなくて、はい、こういうところに背中についておるのは、これ腰とかについておるじゃん、今あれで言ったら後ろ向いて、はい、ああいうところが普段使われないから、腰だけで耐えとるから負けるけど、ああいうところについておるの全部耐えねえよな。いい恥ずかしい。なんか体操選手ガチでガチ体操選手ちょっとこの学校で動画見て。大きいで効果あるの。じゃあ大きすぎるよね、今回は。そうです、そうです。これだけ大きいと効果が出ないっていう実験になるかもしれない。で、これでも、うん、お、違うかも。でもあ、でもちょっとさっきよりはいい。はい、お、マジか。え、さっきよりは、さっきよりはちょっと耐えてる。しかもちょっと最後にユダイ君こうやってちょっとお手入れ。あー、さっきより痛くない、マジで。え、さっきより痛みはさっき今のが強いです。そう、俺も痛かった。そうです、あのグラッと押されてる。俺も痛かった。俺も痛かった。後ろ向きやって、後ろ向き、後ろ向きの効果出たの。でもさっきより耐えてるもん、全然。さっきパキッと、そうそうそう、すぐ骨折れそうだから。体を全部使っとんだから。え、これ本当にちょっと何回やってくる。ほんとにすごくね。なんか嘘みたい、ほんとに。絶対嘘。マジマジマジ。じゃあなんか怖い。じゃあしかも、そうそう、これ忘れよった。上からでもいいんだよ、この服の、普通の服の。上からでも確かテレビでやっとる。まあ上か下どっちかでもいいってことだよね。着とればいいってことでしょ。すごくね。これはすごい。すごいよ。え、すごい。すごいよ。さっきの俺、本当に全体重乗せれるぐらい、今やってみたけど。はい、親方、お買い上げありがとうございます。ありがとうございます。やるぞ、親方。お買い上げ。ありがとうございます。ちょっと一回試していいですか。バットのとこバット行く。痛いか痛くないか。叩くのも違うんじゃないですか、また。でかくても、ピチってしなくても効果はあるってこと。あ、打てる効果あるな。服の上からなんて、多分見ないでしょ。いや、あるらしい。まあ、ジーンズはさすがないかもしれないけど。いくよ。あ、もう全然一番弱いわ。いやいや、じゃあめちゃくちゃ弱い。めちゃくちゃ弱い。おー、全然弱い、全然弱い。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 頭危ない。全然弱い。全然余裕、力全然使ってない。ちょっと動いちゃってるね。やらせなしでお願いしたいですけど。でかいんだけど。ジーパンの上から入ってもでかいって。もはい、いくよ。あ、でもさっきよりは耐えてる感じはあるけど。全然違うだろ。俺も違う。分からん、それは。全然違う。いや、もうそのどっちが力強いとか弱いとかあんまようわからないけど、もう全然全然。今ちょっと逃げたけど、最初耐えたでしょ、うん、ちゃんと耐えて、最後こう、カメラのアングルで大丈夫。よっ、じゃあそれはもうやりすぎだろ。あー、ほんま弱いな。でも効果が出てない。ちょっと強いけど
ちょっとやっぱでかすぎも良くないかもしれない。違うって感じがしん。すごいだろ。ちょっとじ。ちょっと疑った半信。え、みよまだ半信半疑ですよ。絶対そうでしょみたいな。いやなんかもうなんか売りたいがためにやらせてんのかなぐらいな感じですよ。私はまだ。まだ。はい。私はだってどちらも体験しないんで。ああそういうことか。まだ 100% やってない。そうそう。まだ 50%。どういう体あれだ。カメラマン小林。いいよ。なんかちょっと顔、怖い顔が。ダッサい。なんか、かっこつけ失敗した人みたい。あっ、いいね、でもいいね、いいね。いいね、いいね、いいね。あ、お疲れ様です。ちょっと、来ました。おー、せお、あれも撮ろうか。先に上で。いや神田さん、こっちお願いします。はい、怖そうな顔してますけど。下様子ですね。俺下様子。うん。いや。お前、ね、お前力ありすぎて効果ねえんじゃねえか、お前。だんだん徐々に。徐々に。おお、なるほどなるほどなるほど。まあこれぐらいこれぐらい。あ？おお、まあ今こんな感じな。よし、着ようか。まあもうこれもう遅い。恥ずかしすぎて。はい、かわいい。はい、かわいい。かわいい。おお、全然違うわ。違うですね。違う。はい。彼が自分でどう感じる？はい、あ、違う。耐えれるなって感じなのか。もう一回。顔。ああ、でもさっきよりは。で、自分の中で、あ、なんか、ふかってなんかさ、俺はなんか芯が入ったみたいな感じになるの。なんか、かかとが。みたいな。違う違う違う。言葉が。みたいな。ピアノ力がついてる。すげえ。え？すげえ。山本力抜いてるだろお前。お前ちょっとそれ。動画前で力入ってるんですけど。じゃあ動画前でやりすぎでしょ。僕思ったんですよ。うん。こうやって取れたら取れるじゃないですか。あ、後ろに引いた。引っ張ったら。でもそれで一回やって。さっきさっきやったの。同じやり方。じゃあ同じようにやってください。力だ。同じようにやります。お願いします。でもどう自分の中でその芯が入ってるみたいになるのか。あんまり変わんから。ここが違うっすね、全然。違うよな。違う。この辺が多分違うと思う。こういうところを使えとる。なんかうさんくさいんだけど、ね、本当に。うさんくさい、本当に。本当になんか、この何もしてない側からしたらね、やった感想どうですか。違う、そうやって頭がピンクだから全部がダメなんですよ。違う、なんか、これなんか。アロワルフでこう、かかとくっつけて、こうやってるみたいな。でも、ちょっと、面白い、大げさな。違う、なんか、違う、なんか、ミッチーさんのこういう発言の仕方とかが全部嘘くさく感じる。でも、着てこれですよ。来てこれだよね。だけど本当にそのリライブの実験にいろいろ出てる。じゃあ本当におばあちゃんがこうやって歩ける人がわー歩くじゃん。じゃあそれこそ嘘っぽい。それこそ嘘っぽい。ついてこうやってあーみたいなやつがこれリアルらしい。だって本当その人嘘つくやつじゃねえ。じゃあそうだけどなんかそこまでなんか本当にできる。ちょうどおばあちゃんがバーッ。そんなことある。本当。じゃあこれ全国のおばあちゃん渡した方がいい。体全部使うでやっぱ年寄りとかの方が効果出やすいんじゃない。でもさっきよりは届いてない。なんか痛そう。やらなくなったって感じする？なんか無理やり感あるね今は。本当確かに感じやらなかった。本当。マジ？これはマジっす。山本学校生ね。なんか出てんだよ、山本学校。お前、そうだね。お前、会社見たらどういうのかもね。おい、やっぱ、絵になるの一番絵になるってな。もう一番ですか？全然いいです。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、リライブの初見？初見？初見です。初体験多分ですけどこの動画を持って、はい、多分概要欄に今この写真撮影のやつも出したけどこの写真で S、ん？ M
L、LL、はい、でちょっと本当にもう数量限定、今回もう6000着でも結構何千万ってぶち込んだから、まあこれで、まあ、6000着売れたらもう一回作ろうかなっては考えてますけど、夏物とかね。じゃあ今回、はい、まあ、買ってくれたらどうって、そんなもんうるせえと思うかもしれないけど、あの、はい、みんなのこのピコハンマーを、はい、ちょっと何百個ってあるから、あ500個買いまして、ピコハンマーと、はい、多分ですけど、これサイト確認してください、はい、まあ、ちょっとね俺も原価のことがあるのでわかんないけど、先着の1000名かもう先行予約みたいな状態の人だったら、まあ、2000円ぐらいかな、2000円、ちょっと、もう考えるわ、まだ決まってなかったんだ、まあ、ベルベルベルって出ておると思います。はい、2月2日本日から先行予約スタート。上が通常価格1枚1000円、うん、スーパーボディ、はい、先行予約の場合は1000円引き1万円、ホーマーボディ、はい、かぶってるから1枚1000円が1万円、1万円ズボンが、ズボンはこれ、あのこれ実際は内側にしました、で内側にこの加工が入るけど、マークが、マーク、マークっていうかこの柄かな、1万2000円が1万1000円、ホワナボディ上下セットならなんと2万2000円のところが2万円、ホーマナボディ、はい、ただのデブ詳細は概要欄から怪しすぎるな、これは、あで、ピコハンマーが、まあ、動画の中でもちょっと言っとると思うんですけど、こうやってサイン入りです、皆さん、うん、サイン入りね、みんなのサイン入りが、はい、まあ、今何百個作ってくれたけど、はい、買ってくださった方がそれを着るなり、うん、まあ、していただいて、テストやってほしいね、本当にテストやって本当に変わったよ、ね、まあ、そういうのでもいいし、写真で買いましたみたいなやつでも、うん、とりあえず写真を載せてくれて、うんうん、ハッシュタグハッシュタグはかどる、カタカナではかどる、カタカナはかどるを、うん、一緒に記載していただいて投稿してくれた方にプレゼント、プレゼント、でそれは何、限定500名様、検索したら分かるよと、検索したらはかどるで検索したら出てくるから、あ、こっちがね、そうそう、まあインスタが一番出てきやすいかなって感じですけど、うんうん、でその写真とかその前やってる動画とかツイッターインスタね、やってくださった方、インスタで載せてくれた方に500名様限定、うん、こんなもんいらねえよって感じ、まあ、いらなかったら、あの、いらないですって書いてください、ね、載せたとしてもいらないけど、はかどるいらないですって書いてください、効果をね、で、まあ、効果なかったとかもさ、うん、しったもう本当の感想をね、お願いします、効果ないじゃん、困るんだけどね、これは、これが結構、もうこれちょっとふざけてますけど、社長とか、まあ、YouTube で出ているタタナルメンバーが書いてくれたやつもうちょっとこれで、ね、俺、あの一世一代の勝負が出てるから、はい、先着セット皆さん、ぜひ購入お願いします、お願いします、ホーマンなボディ、はい、デブえ、どんな感じですか、こんな感じだ、ね、これ、テラ道って分かんなくないですか、じゃあテラ、ハート、ハートハートでもないけど、これがこんなんもらって嬉しいやつおるから、ね、ブリファーショーってなんか汚い感じだな、どれですか、いやいやこっち見せてカメラに、ねえ、もうさ、サインねえねえ、こんな感じ、ね、トトロの艦隊最高、ねねえねえ、それさっきの寺道と違うやつですか、これあ違うやつ、え、それ名前も分かるようにしといてくださいよ、はい、行こう、社長、社長、第1号、第1号ってこれ1番ですけど、うわ、俺1番、どれが届くか分からんから、そうですね、社長、第1号ね、なんか本当になんかペコウルがハクがいない、ハクがいない、もうそんなことだったらもう本当3000個終わらんぞ、